ガオちゃんの西成チャンネル。おはようございます。あったかいね。あったかいけど電気毛布だけはしてます。寝た寝た。今日はですね、まあ、夜は西成チャンネルライブありまして、昼はアップトゥユーという、イベントが、まあ、どっちもね、道頓堀のザザハウスというところであるんで、まあ、アップトゥユーはね、勝負ごとなんで、ちょっとね、気合い入れていって、まあ、西成チャンネルは、ライブは、まあ、気持ちた、まあ、高まるようなね、テンション上げて、行きたいと思います。まあまあ、お昼にちょっとリモートの、オーディションがあるんで、それもあるんで、それと感じですね。まあまあちょっと、準備したいと思います。準備というかいろいろね、あれしたいと思います。西成チャンネル。お腹減ったな。お腹減ったから昼飯何食おうかな。だけど今日は本当は食べたいもん決まっているんだよ。それは天津天津飯、天津飯天津飯、てん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 天津飯天津飯、調子が上がるよ。天津飯天津飯が君を強く振るんだよ。天津飯がみんなを強くするんだよ。とりあえず、天津飯。西成チャンネルでそうめんを歌ってるので、そうめん食べてもいいんですけども、今日ちょっとね、アップトゥユーというオーディションライブがあるんで、で、昼もモートオーディションっていうのがあるんで、勝負ごとの時はちょっとできたら、天津飯が最近、天津飯食べたら結構受かったりしてるんで、昼は天津飯食べようと思ってます。まあ、ちょっとね、朝のうちにネタの練習は、済ましときたいと思います。西成チャンネル。西成チャンネル。天津飯、天津飯、天津飯じゃなくて天津飯、天津飯じゃなくて天津飯、天津飯、天津飯、天津飯じゃなくて天津飯。天津飯のことばっか考えて思ってますわ。ちょっとせっかくなんでね、軽掃除だけしとこうかな。まあオーディションとかもあるし。まあまあまあ、気持ち高まりました。ということで、ちょっと、天津飯食べに行きたいと思います。西成チャンネル。ということで、今日は昼オーディション2個あるんで、天津飯で、餃子屋さんの天津飯で気持ち高めていきたいと思います。漬物がうまいです。唐揚げいきます。またこんな一手間見たら来ない。何でも用意はしとかなあかんから。うまそうです。高まります。完食です。高まりました。はい、ということで、はい、餃子屋さんで天津飯食べてきたんで、いつもね、天津飯買ったら結構美味しいのとか受かったりするんで、美味しいし、縁起もいいしということで、今からリモートのオーディションあったりとか、夕方も、オーディションライブあるんで、で、西成チャンネルの祈願も込めて高まりましたんで、まあまあまあ帰ります。西成チャンネル。帰りました。よいしょ、美味しかった。ちょっと昼寝する時間ないかな今日。まあそれあって、中途半端にその間が空くんでね、これどう過ごすかっていうとこ、肝になってきますけども、はい、まあまあまあ、でも天津飯食べたっていうこの、感じは、自分の中でいい風向きが来てますね。はい、西成チャンネル。はい、ちょっと今からリモートで、じゃあ、リモートオーディションです。西成チャンネル。でした。ありがとうございました。はい、一応リモートのオーディションというか終わりまして、どんな感じでしょうか。いい結果があれば、天津飯、結構自信の源ですね。まあまあちょっとね、ゆっくりしたい。まあ、言うとる。まあちょっと時間あるんで、軽く昼寝できるぐらいの勢いではありますけども、まあちょっとね、ネタとかも練習しながら、まあちょっと気持ち高めたいと思います。西成チャンネル。おしゃれしていきますわ。ある程度おしゃれしとかがね、山本プロ野球くんがね、怒られるんですよ。ダサい服着てたらね、山プロくんに怒られるんで、これやっといたら怒られへんでしょ。これ着といたら多分怒られないんで。
忘れ物ないかな。行きたいと思います。石なりチャンネル。はい、ということで難波到着しました。今からザザハウスで、アップトゥーユーというねイベントがあるので、で結構ね仕上がってるんで。なんとか合格したいですね。気持ち的にはいけると思ってるんですけども、わかりません。まあ頑張ります。宝泉寺横丁を通って、道頓堀ザザの方に、ザザッと行きたいと思います。到着しました。今から、着替えて、備えたいと思います。はい、もうちょっとなんで着替えました。はい。ちょっと、今からもうすぐ出番なんで行っていきたいと思います。石成チャンネル終わりました。まあちょっとね、出し切れたんで、結果わかりませんば。ちょっと結果待ちたいと思います。終わりました。ちょっと結果はね分かんないんですけど、まあ受かってたらいいんですけどね、まあ他にも受けてる人も結構おったんで、まあこればかりは祈るまでですね。まあ天津飯に食べてきたって自信はあるけど、まあ分かんないですね。ちょっと疲れましたね。体力使うネタやったんで、ちょっと今から2時間ぐらい空くんで、家帰るも微妙やし、なんかとにかく微妙な時間なんで、まあでもなんとかちょっと時間潰したいと思います。石成ちゃんねる。ちょっと、どうしようかなってうろついてたら、いつも大社の新宿に会いました。すいません、どうもいつも大社の新宿で、新宿で、毎節でたま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 会いましたね。はい、ちょっと2時間空いてて、はい、西成帰ろうかどうか迷ってます。あ、そうなんですね。2時間あったら、でも2時間言っても2時間弱の世界だよな。あ、世界、その世界やったら、でも僕やったら帰るか、うん、なんか空いてる喫茶店とかやって、そうやな、気持ち高めて、はい、でもガオさんやったらもしかしたらお風呂も行けるかもしれない、西前で。でも、伸ばせてもらう可能性あるからな。いや、それもマジで考えてんけどな。はい、まぁ、ちょっと様子見るわ。あ、様子見て。まぁ、新宿も頑張って。はい、すいません。ありがとうございます。はい。石成チャンネル。よし、ただいま帰りました。結局、ちょっと、伊藤大作の新宿の、助言をいただき、一回帰ったらどうですかということで、帰ることにしました。ちょっと疲れましたね。ちょっと楽にして、ほんまに小一時間、気持ち高めたいと思います。お腹は、お腹の減りが微妙やね。腹パンパンで迎えるのも意味わからんからね。ちょっとだけお腹減らした状態で、野獣の状態で、挑もうとは思っておりますので。まぁ、ちょっとゆっくりします。39分だけ寝ようかな。39分だけ寝る可能性あります。でも、ベッドじゃなくて、ちょっとソファーでゴロンします。石成チャンネル！わからんけど、ちょっとあかんので。目覚ましだけ。魔法39分ぐらいですね。まあ一応、そんなにガッツリ寝るつもりないんですけど、ちょっと、ゆっくりという感じ。ああ。春のこの天気のこの感じ気持ちいいわ。石成チャンネル！くそー、ちょっと、アップトゥーユー落ちてましたね。まあまあまあ、受かりたかったんですけどね。次ですね。とりあえず、まあ次は、受かりたいと思います。まあまあまあ、まあ西成ちゃん、気持ち切り替えて西成チャンネルのライブの方、ありしたいと思いますので。まあ、まだまだ、頑張っていきたいと思います。ギャー！まぁちょっとさ、あと37分、あと37分かな。30分弱ぐらい寝たいと思います。石成チャンネル！もうすぐ、はい、入り時間なんで、ちょっとゆっくりしたんで、一度道頓堀ザザの方、向かいたいと思います。お腹減ったけど、これ難しいね、やり方。がっつり食うわけにはいかんし、終わってから食いたいしね。まぁまぁちょっと我慢します。まぁ、我慢はできるんで、ちょっと行ってきます。石成チャンネル！あれ？はい、ということで改めて難波来まして、で今日2往復目やから。あ、なるほど。ヒルあって。あ、そうか。はじめまして。あ、今井ライパチ君。今井ライパチです。はい。はい、ピンになってから出世の速さが。いやいやいや、西成チャンネルのおかげです、それは。いや、絶対ちゃうやろ。ほんまに。で、あ、どういうこと？な、西成チャンネルの見て、やっぱ元気づけられて。あ、元気出んねん。はい。こんなクズが。何万人いるんだっていう。自分より下見つけて、それが気力なるんかい。でもガオさん、今日はガオちゃんの西成チャンネルをみんなで見るライブですよ。そうですね。もうそのままですけど。楽しみすぎる。そうやな、ちょっとな。いや、緊張するわ、ちょっと。いや、ガオさん緊張することないです。結構なんか、チケットはまあまあ。いや、そうですよ。な、最近のザザのイベントで一番売れてるらしいですから。普段チケット全然売れんの。まあまあ。ほぼ完売に近いらしいですから。うん。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと、向かいますか。はい。お願いします。お願いします。石成チャンネル。ちょっと微妙に腹減ってんね。なんか入れた方がいいんじゃないですか。どうぞ。おにぎり入れようか。どう？バナナって言うとこがいいですか。今いいやな。ファミチキ1個。ファミチキの方がいいと思う。そうめんで言うと何束分くらいが理想なんですか。2束。あー。おにぎり2個とかは違う。うん、難しい話やな。まぁ、あ、ちょっと考えます。ちょっと考えます。石成チャンネル！ちょっといい おにぎり見つけました。めっちゃええ感じのお腹減ってて。めっちゃええやろ。うん。のまいくんも来てくれました。
ドアマン結構あれですからね、ちょいちょい出発してますからね、実際みたいに。まあね、です。ちょっといただきます。僕柔らかにお願いします。大丈夫ですか？時間の人やったのになって動画に出なかったね。どうするつもりやねん。嘘でおにぎり持ってるだから嬉しそうに。あの頃元気そうやなってなる。あの頃楽しそうやなってなるライブになる。YouTube やめるかもしれない。はい、多分いろいろ疲れるやろうから、うん、これからの動画がまた難しくなる可能性もある。怖いからね。ありがとうございます。楽しみですね。結構見てる、見てくれてるな。これちっちゃいですよ。僕もめちゃめちゃ見てますよ、はい。この舞台が決まるまでは趣味でめっちゃ見てたんですけど、舞台決まって仕事になった瞬間に見るのやめてました。遊びで見たかった？遊びで見て、なんか舞台決まった瞬間にここいじるんかなとか思うのがしんどなっちゃうんですよ。おる、おる、おーてん。はい、おーてん。早くから来てると思った。今日様子おかしいな。よく来られる山本プロ野球。あ、ガオちゃん、ガオちゃん、ガオちゃん仕様で。いやいや、ゲームなってるか。日曜日チャンネルあれへん。クイズ王や。クイズ王。しんめいさん、今日お願いします。お願いします。しんめいさんがちょっとね、主催というか。主催というか、ほんまにそうですね。はい、ほんまに変ったな。やろって言ってくれてね。感覚的には、はい、ちょっと来月ちょっとバーベキューせえへんぐらいの感覚。遊びすぎでしょ。ほんまにその感覚で。遊びすぎでしょ。来月西成チャンネル見るライブみんなやらへんっていう。お願いします。楽しみです。今日様子おかしいです。もうおかしい。いや、様子おかしいってそんなあってそんな時間経ってへんから。逆歌をやる時のネタの時の様子おかしいやないか。西成チャンネル。ちょっと河野さんも、河野さん初チャンネルですよね。初チャンネル、初西成チャンネルで、初登場で、はい、何初チャンネル。よろしくお願いします。え、よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞いてよ、俺声ちっちゃい。河野さん声ちっちゃい。え、俺がガオちゃん、ガオちゃん基本声ちっちゃい。あとめちゃくちゃ緊張してる。ガオスちょっと決勝ぐらい聞いてた。ありがとうございます。マウントレーニングがいかがですか？もう知らんて、マウントレーニング。なんだ、なんだ、ボギー西成チャンネルと同じやん。マウント、マウントレーニングが見える。西成チャンネル見てないからさ。見てなくていいんだ、今日は。これ、これだ、この知ってるわ、マウントレーニングだ。こう、ミントかで売ってるやつ。ちょっと、めちゃくちゃいただいた。すごい。なんか差し入れ、はい、一生分。はい、いただきます。ちょっとマウントレーニングいただきます。何だ、これ全部自分でも分かってへん。うまい。もうちょっとで始まるんで、はい、気持ち高めていきたいと思います。あ、浜淳くんも一緒で。こんにちは。最年少西成。西成チャンネルですか？普通っすね。いやいや、そんなん思ったらあかんない。普通ですね。多分みんな普通や。でも見ちゃうんですよ。見ちゃうんです。だからいいからな。こんな、なんかこんな人生があんねんなっていう。なんかもうこのままでいいんちゃうかって思っちゃうんですよね。まあ、よくないがね。これが一番幸せなんで。めっちゃ幸せそうっすね。思い出めっちゃある。生きてこんな長いんやとか、両地関係中が金持ちになったら嫌や。嫌ですね。ほんまに。そう、マジで葛飾とかぶりますよね。うん。あ、でも、歌もそうですし。待って、西成もあれ、仕上げちょっと、カプスバラストティの。入れてる。葛飾ラプソティの。ケツだ、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 雑貨屋さん、スケロクさんから T シャツ、ありがとうございます。新兵サイズでいただきました。ありがとうございます、スケロクさん。もう一ダイエットあったら、よりぴったりね。ほんまやな、はい、今ちょっとダイエット中やから、はい、ダイエット頑張ってください。西成チャンネル。はい、間もなく、開始でございます。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お前、ついに始まるな。はい、いよいよっすね。伝説が始まる。稼働ですよ。ガオちゃん、やめるんやったら、ガオちゃん。いや、どういうことやね。よくない。これで、もしほんまにこれでもめっちゃ盛り上がったら、次はちょっと森の宮漫才劇場でも、おお。言ってみようかな。ダメですって言われます。ダメですか。ダメです前提かい。まあまあでも、お、どうせ編集で切られない、うん、もう切るも確定してない。いや、ちょっと今井はな、ノリある感じでずっと寄ってくるんですよ。さあ始まります。西成、西成、西成チャンネル。